カマダスパート、カマダがね、契約更新してないっていう話でしょ。いや、でもそういう風になってみいと分かんないですね、実際。今多分コンテ欲しいのはダブルボランチの一角の選手だけど、カマダがね、プレミアでダブルボランチの一角で、ね、フルシーズンいいパフォーマンス発揮できるかっていうと難しいというかね、あとコンテとキャラクター合わなそうっていうスマートな感じというか、イジルとコンテって多分一緒にやってたら絶対あるじゃん。その感じになりそうなのかね、カマダに関しては。なんかそれこそ、あの、 シャドウでやれるかトップ下やれるかの、本当と、2列目の中央でやらせてもらえるチームがいいから、532をベースにできてて、そこのインサイドハーフになったから、まだしも、今、スパーズの場合は、そこの前のところはブライアイヒルいたり、クルゼフスキーいたり、リシャルイソンもいるわけだし、そのケインとソン・フミは当然として、そう、ダブルボランチの一角でね、ビスマとか、ね、今出てるホイビアとかさ、ベンダークールとか、あの辺と争わなきゃいけないってなっと結構ハードル高いですよね。もっと2列目の中央で、 しっかり場所もらえるようなチーム行くのがいいと思いますけどね。それこそ、マカリスター出てった後のブライトンとかね。そういうチームの方がなんかこう、でも、鎌田って今25、6もっと行ってるプレミアとか行くんなそらそっちだけど、そんなプレミアとかにこだわりあんのかな鎌田のそこの移籍規模わかんないけど。ね、鎌田、ブライトンはうまくいきそうですよね。あ、鎌田26か。普通にブライトンとかいいと思いますけどね。マカリスター絶対出てっちゃうでしょ、このままだと。長谷いなくてもチーム溶け込めるかわかんない。 仲間だに関してはね、その自分を、ね、いい意味でも悪い意味でも持ってるから、使わないんなら呼ばないでほしいっていう話だったりとか、態度悪くて損してるって言われた時に、なんで俺が変えなきゃいけないですかみたいな話だったりとか。そのメンタリティが今もそのまま継続わかないけど、それによってぶれない信念があって、いいプレーになってたり、ヨーロッパ生き残ってるところと、それによってもっと上に行けるはずなのにあの、日本人では有名だけど、その世界的には有名になってないところがあるみたいなね。 それこそ技術レベルで言ったらバルセロナでやっててもおかしくないぐらいの選手ですからね、鎌田に関しては。僕は別にね、その、なんかプレミアとかで見たいって気持ちあるけど、別になんていうのかな、その、周りの声に振り回されながらステップアップみたいな、まあもともとしないタイプだと思いますけどね、鎌田が思う、ね、自分があの気持ちよくプレーできるところ行ってほしいなと思いますね。現に所属してるクラブとね、ワールドカップの成績とあんま関係ないですから、ね。前田大然、サウサンプトンの話とかあるの、ね マカリスタ改正と出ていきそうなところに、浜田なら、出場機会も確保できそうで、ランチトップしたらどっちでも競争で、す最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心にしゃべりましょう。はいでは